タルーサの紋章、タルーサの街の下を流れる。岡川タルーサは、ロシアのカルーガ州東端の都市。岡川の左岸に位置し、川の対岸は、トゥーラ州になる。セルプホフの 36km 南、カルーガの 76km 北東、モスクワの 140km 南。人口は9893人。タルーサの中心部。 ペトル・パウェル聖堂の後方に丘川があるタルーサの復活聖堂、タルーサという地名は丘川の支流タルーサ側から来ている。タルーサの町は1246年には存在したことが記録から分かっている。当時、タルーサは丘川上流広告群に属するタルーサ広国の主婦であったが、後に大屋キはメッショブスクやボラティノへと居所を移し、14世紀には、 タルーサは、モスクワ大公国に飲み込まれた。タルーサは、モスクワ大公国の南部国境の固い守りであり、南から攻めてくる、クリミア反国やリトアニア大公国などの軍から、モスクワを守るために要塞が築かれた。モスクワ軍と、大オルガ軍が睨み合った、ウグラ川の退治の際には、イヴァン三世の率いるモスクワ軍の基地となっている。国土が南へと拡大すると、 国境都市としての重要性は失われたが、その後もナポレオン軍との祖国戦争などでタルーサはロシア軍の拠点となった。1917年12月27日、10月革命後のタルーサにソビエトが確立している。大祖国戦争では1941年10月24日から12月19日にかけてドイツ軍に占領されている。 町の城壁の跡や、要塞の跡などは、今も町の聖堂の近くに見ることができる。丘川の高い岸の上にあるタルーサからの美しい風景は、文学者や芸術家に愛され、詩人のマリーナツベタエは他、様々な小説家や画家らが、タルーサに滞在したり家を構えたりして、創作活動を行っていた。また、ソビエト時代以来、映画のロケもしばしば行われている。 ありがとうございます。